遊ぼうと思ったのにまだ帰ってこないのかな。はあ、いやただいま。あれ、キサラとガイオンまだ帰ってきてないのか。うん、だから外でちょっと運動して帰ってくるのを待ってたの。おお、外でな、運動するのはいいことなんだぞ。そうなの。おお、外で運動すると体を動かせるだろ。体を動かして、すごいな、風に対する力がつくんだよ。いいことなんだぞ。でもゲームとかって楽しいよ。ああ、ゲームな、ゲームもやるのはいいんだけど、部屋にこもってやると風に対する免疫力っていうのが落ちちゃうんだよ。だからあんまり良くないんだよ。そうなんだよ、あんまり良くないの。じゃあ、その免疫力っていうのをつければいいのね。そうだよ、だからね、いっぱい外で遊ぶだろ、みんなでこうやって。そして、いっぱいご飯を食べる。うん、うまいね。そして、今日はいっぱい寝る。そして、また次の日、さ、いっぱい遊ぶ。するとな、この風に対する免疫力がつくんだよ。そうなんだ。じゃあ、ガイオンたちが帰ってきたら、みんなで遊ぼうよ。あ、そうだな、昔から子供は風の子、元気の子っていうからな。外で寒いけど走って一生懸命やって、そして頑張る。よし、いいな。よし、あ、ところでさ、キサラとガイオンまだかな。お、なんだガイって。やつるぎ、あれあれ、おい、二人ともどうした。ああ、なんか疲れちゃって、やる気が出ないんだな。うん、なんかこうしてよいしょ、ぼーっとした大気分なんだよね。ああ、もうしちまったんだよ、二人とも。おやすみ。ああ、野獣郎様の言う通りだったわね。野獣郎の、一体どういうことだ。私は人間たちの休みたい、サボりたいという心を膨らませる力があるの。どんな人間でもどこかに必ずそういう気持ちはある。特に戦い続きのあなたたちならなおさら。ザ・ヤツルギ、あなたもだらけ人間になっちゃえ。体が重い。くそ、目の前に敵がいるのに。だらけてたまるか。悪いな。心配しすぎて様子を見に来てみたが、やるじゃないか、フィアラビット。野獣郎、やつる気にはこれぐらいじゃ答えなかったか。ならばこれならどうだ。人を惑わす境界線、野獣郎の名において生まれてよ。ガイオンとキサラはこの通り、もうすでにだらけきっている。だらけすぎてるぞ。今焼酎だぞ。まあいいや。おやすみ。あとはこの成功してるヤツルギをお前たちでやってしまえ。
を求めてない。俺たちがサボってる場合じゃねえだろ。ええ、私は保育士よ。子供に見本を見せなければならないのに、醜さらに見本を見せられて休んでられるわけないでしょ。一生懸命働いてるお父さんお母さんを目の前にして負けるところなんか見せねえよ。教会ということで俺たちの力見せてやる。